はい、サンサンサンデー生放送。はい、お便りの方をご紹介してまいりましょう。あと多いのが魂のラジオですね。昨日のね、はい、全国放送で、ね、やっぱり、はい、なかなかサンデー聞けないっていう人たちはね、うんうん、聞いてくれてたんじゃないんでしょうか。あとその中で嬉しかったのがこれですっていうのが結構来てたのが、ラジオネーム藤村大爆笑さんからいただきました。おはようございます。たまらず聞きました。好きな芸能人第1位の大泉さんと第2位の福山さんの共演、ドキドキでした。テンションの高い大泉さんの声を聞いたらなんだか安心しました。うん、登場の時に福山さんが、フロムサンサンサンデー大泉洋と言っていたのがリスナーとしては嬉しかったです。あ、これ結構来てました。あ、なるほど。いろんなね、紹介のされ方の中でサンサンサンデーから大泉さんですっていうのが、嬉しかったっていうのがやっぱリスナーさんもありまして、で、あと CM 中はどんなことを話してたのか教えてくださいと。ああ、いやね、東京のラジオって案外そうなんですけど、はい、なんか僕とかにはね、なんかいわゆるイヤホンみたいなもの、はい、ヘッドホンみたいなのがなんかつけないんですよね。へえ、じゃあ曲かかってる時とか曲聞こえてないってことですか。曲、いや、曲は聞こえるんだけど、ディレクターさんからの指示とか、はい、コマーシャルとかは僕には聞こえないんですよね。聞こえなくも、でもなんか聞こえないんですよ。はい。いつ CM に入ったかとか分かりにくいんですよね。あ、でも突然入りますもんね、しかもなんか。そうそう。僕分からないでちょっと喋ったことありましたもん。ノリになって、あのねとかやってたっけ、なんとなく、あれカフ下げた今みたいになってて。あれ CM 入りましたみたいな。あ、CM 入ったみたいな。もうだからやっぱりこうサンデーとかと違って、やっぱある程度ね、はい、やっぱりこう CM 多分ここで入れなきゃって時間決まってあるんでしょうね。でもサンデーもそうなんだと思いますよ。やっぱこの時間までにはとか。サンデーだってそうです。そうですね。サンデーだってね。ギリギリここぐらいまでにはしてくださいっていうのありますけど、もうちょっと多分厳密なんでしょうね。なんか話の切れ間とかでストーンとか入るんですよ、CM も。そういうのかびっくりしますよね。でも随分テンション高かったですよね。高かったですか。僕しばらくサンデーで見ないそのパワー使ってはるなと思って聞いてましたけど、そんなことないでしょ。サンデーでしばらく聞かないでしょ、あの感じのおじいさん。ねえ、みんなそうと思ってましたよ。そんなことないでしょ。パワー使ってはるなと思って。お前、俺のお前あの冒頭のお前虫の話どんだけテンション使ったと思ってた。今日のね、今日のものすごかったですよ。それはね、確かにあれパパーパパー、いや、分かりましたよ。ものすごいテンションでした、ね、確かにサンデーサボってるみたいなのやめてください。あれでも結構長い時間ずっと割とフルで張ってはりましたね、うん、1時間ぐらいね、1時間ぐらいですよね、あとやっぱり来たのがね、その最後の部分でジーコもちょっと気になってたんですけど、最後の最後でそのかっこいいなと思った話はサンサンサンデーでしますっていうのはさっきした話ですか。そうです。あ、なるほど。あの、僕が好きなシーンっていうね、はい、福山さんの好きなシーン、好きなシーン、あー、それ上手にやりましたね。完璧。向こうのリスナーさんがやっぱ今日こっちにやっぱり何をうまいことやりましたね。うん、これやりました。絶対これ増えてますって。増えてるから、そうか。